オリー・コラは、イタリア共和国、アブルッツォ州ラクイラ県にある、人口約1300人の基礎自治体、アブルッツォ州西端の小ムで、ローマの東北東約50キロメートルに位置する。ローマからアドリア海沿岸へ至る古来の交通路で、古くはティブルティーナ街道。現在は、鉄道や高速道路が当地を通る。地名は、岩がちな山を意味するコリキアラムから来ている。 可能性がある。ラクイラ県西部、マルシカ地方に位置する。ラクイラ県西端のコムーネであり、同時に、アブルッツォ州西端のコムーネである。オリーコラの集落は、県と州とラクイラから南西へ4 3トルローマから東北東へ4 9トルの距離にある。隣接コムーネ、編集隣接するコムーネは、以下の通り、RM は、ローマ県所属。ローマ人以前には、 アエクイ族が暮らしていた土地である。アエクイの土地をローマ人が占領した紀元前304年頃、アニエーネガニとマルシカの境界に築かれたローマの植民地カルシオリは、村域内のチビタ集落付近にあったと考えられている。当地には9世紀頃にマルシハク、ライノルドによって、この地に山城が築かれた。1096年、この地域の領主となったカフ。 アルデグリーナは、オリコーラやカメラータ、ペレートなどの城を、モンテカッシーの修道院に寄進した。12世紀には、ノルマン人の支配下にあり、オリコーラに属する土地を、都市のダポンテとそのお子のレイナルドが分割して、相続した記録が残っている。1242年には、シチリア王フェデリーコ一世が、オリコーラにかくまわれた逃亡者を追悼するため、カルソーリを破壊して、 オリコーラ城を攻撃した。1381年、オリコーラはオルシーニ家の放置となった。15世紀半ばにオリコーラ城は集築され、現在の姿になった。1491年、オリコーラ城はコロンナ家の財産になったが、1528年にナポレオーネ・オルシーニがマリアーノ・デ・マルシでコロンナ家を破り、城はオルシーニ家が奪還した。 1557年、オリコーラとその近隣の城は、アルベコーの部隊によって攻撃、略奪された。こうしたオルシーニケとコロンナケの争いは、タリアコッツォを中心とする地域全体の動向である。1806年、オリイコラの封建支配が終わり、行政自治権が認められた。ペレートやロッカディボっもオリコラの管轄下に置かれたが、1907年に、この二つの村は、 コムーネとして独立を回復している高速道路国道主要道路カルソーリとの境界付近に A24 のカルソーリオリーコラ出入り口があるトレニタリアありがとうございます。